こんにちは、エウレカです。今回はバリアブルファイターガールズシリーズ VF25F メサイアランカリー40周年記念バージョン組み立て引き続きやってまいります。こちらエウレカスタジオですね、趣味のマクロスに関する動画アップロードしてございます。まあ、今回のようにですね、マクロスモデラーズ制作しましたとか、あとはイベントに参加しましたとか、過去には歌マクロスっていうゲームアプリ動画とかもアップロードしてございます。ぜひともエウレカスタジオチャンネル登録していただきまして、過去動画チャンネルページ再生リストまとめてございますので、ぜひともそちらの方をご覧になってみてみてください。概要欄にもねリンクいろいろ貼ってございますのでね、はい、ぜひとも他の動画もご覧になってみてみてください。あとはよろしければグッドボタンとかもよろしくお願いいたします。はい、ではですね、前回やりましたこちらですね、ランカちゃん少女書体っていうのを作ったんですが、はい、まあこれが、まあ頑張って作りましたね。もうこの前回も言いましたけど、この脳天の部分のなんかピカピカ感が、ああよくできたかなとか思いますよ。でね、なんか今回これだけね、頑張ったからには、なんか過去に作った分のやつも、なんか塗装とかね、なんかいろいろやり直してみたいなとかいう気持ちにもなってまいりました。特にね、このバルキリーさんなんかシールで仕上げてるんですけど、まあシールをペリペリって剥がしてね、なんかもう簡単に塗れるんじゃないのか。塗る部分としたらもうほぼほぼ赤と黒になりますので、あとはね、この間言いましたデカール貼った部分ね、ちょっと剥がれかかってましたっていうのもね、昨日ちゃんとね、はい、なんだマークセッターっていうのでね、ちょっと溶かして再度貼り直ししたら、おお、まあまあきっちり、貼れてるんじゃないんですかね。まあちょっとひび割れしてる部分はありますが、まあそこいら辺はね、ご愛嬌ということで、まあここいら辺もね、なんかまたちょっと、塗り直したらもっともっと良くなるんじゃないのかなとか思うんですが、まあとりあえずこの40周年記念バージョンの組み立てをね、まあとにかく終わらせなきゃいけないのと、あとはちょっとデラックス超合金、あとこれだけじゃなく YF29 とかもあるのでね、そこら辺もちょっとまたガチャガチャと動画作ろうと思っておりますのでね、ぜひともこれからもお付き合いよろしくお願いいたします。じゃあ組み立てですね、やって参りましょう。では前回までのあらすじってわけでもないんですけど、はい、こちらまた取り組み立て、説明書になぞってやってまいりますね。前回本来であればここまでやりてえな、ランカちゃんの生還飛行、ウィッシュオブラブリーだったっけかな、ここまでね、やりてえなとか思っていたんですが、できませんでした。少女書体の組み立てというのが、完成しました。ここまでしかできませんでしたので、今回はこのダイナム超合金ヘッドギアの組み立て、ここから先を進めていこうと思います。まあ、ほんのね、半ページ、1ページ、1ページ半ですね。で、ダイナム超合金できてしまうみたいなんですけど、うわー、でもバルキリーさんがあるな。これ背中にね、バルキリーさんを背負うんですよ。まあ、でもこれもちょっと塗装していこうと思っております。ちゃんとね、塗装サンプル、はい、こんな感じでね、VF25 メサイアバルキリーさんのプラモデルもすぐ手元に用意しておりまして、まあ、プラモデルというよりかは、こちらですね、取り扱い、これは組み立て説明書だ。はい。組み立て説明書の方にですね、カラーリングサンプルとかこういう風に書かれておりますのでね、もうこの通りに、この背中に背負うバルキリーさんを塗装していけばいいという、ただそれだけなんですよ。本体のレッド部分、アルトレッド、まあ、アルトレッドではないんですけど、はい、まあ、こういったねサンプルもございますのでね、これに沿って組み立てをやっていこうと思います。でね、これもだいぶ前に組み立てましたクリアパーツバージョン、これもね結構苦戦して組み立てはしたんですが、ここいら辺のね肩のパーツがポッキン折れちゃったりしてたんですよね。まあそれをちょっと無理やり組み立てたりしたので、まあこれもまたね引き続きちょっと組み立てはやろうかなと思っておりますので、これはおいおいといった感じですね。よいしょと、はい、そうしましたらよっこらしょっと、まあ、今日もまあ、言いましたとおり、ちょっと塗装が入ってきそうなんですが、まあ、できればここまで行きたい。まあ、どこまで行けるのかね、頑張ってやってまいりますので、じゃあ今回も、
はい、カウンター用意していますので、組み立て、やってまいりまーす。お疲れ様でございました。今回はこれにて終了です。約2時間10分といったところでしょうか。はい、まあ、今回もねちょっと見比べられるように、はい、ノーマル、VF ガルランカちゃんと、はい、40周年記念と並べてみました。まあ、ポイントはやっぱこの後ろのバルキリーさんですよね。背中に背負っているバルキリーさん。これがね、まあ、塗装とか施しましたので、いや、だいぶですよ。キャノピーとかの部分も色を塗りましたので、今までの分はね、ほんと単なる真っ白なものに、まあ、いくらかシールが貼ってあるぐらいでね、なんかちょっと物寂しい感じではございましたが、はい。墨入れとかもいたしましてね、結構いい感じに仕上がってるんじゃないのかなと思います。ただですね、思いっきり失敗したのがこの翼の部分のこの黒いラインが、はい、元のランカちゃんわかりますか、ね、ここのね翼にね、まあ、墨入れのラインがこのあるんですけど、それの外側を塗っちゃったんですよ。シール貼る分は、その墨入れラインの内側だったんですね。失敗しました。シールであればね、これ剥がそうと思えば何度でもやり直しが効くんですけど、塗装の方はね、剥がすのはほぼほぼ無理ですので、うん、まあでも雰囲気伝わってるからいいんじゃないのかな。大失敗しました。もうせっかくだからこっちにね、要は仕上がりサンプルがあるんだから、一生懸命ね、このシール、貼るシールとね、こう照らし合わせて、取り組み立て説明書とこう見比べて、あれ、ここを塗ればいいのかな、この縁の部分なのかなと思ってね、一生懸命やったんですけど、で、ここの、この、要は黒い塗りの部分も一番外側までもいかないんですね。確かに、このバルキリーさんですね。YF25 のやつのね、ラインを見てもね、確かにね、一番外ラインまでは行ってないので、あれおかしいなぁとか思いながらこう、塗ってたんですよ。いや、大失敗しました。まあ、でも、なんていうんですかね、この、
墨入れするだけでもガラッと変わってくると思いますので、まあもしねこれから作ろうってお考えの方いらっしゃいましたら、まあここまでねがっつり塗装とかもせずとも、まあ、墨入れするだけでだいぶ雰囲気変わってくると思うので、ぜひやってみてみてはいかがでしょうか。あとはシールとは全く関係ない部分、このねバルキリーさんの翼の内側の部分、なんか星、キラっていうのがあるんですけど、これをねちょっと金色で塗ってみました。これはねもともとシールとか全くない部分になりますのでね、まあでもせっかく星マークがあるんであればちょっと色つけてみようかなと思って色を塗ってみました。あとはこのダイナム超合金の角の部分ですね、これガンポットになるんですけど、ガンポットなんつうんだろう、機銃ですよね、ここからミサイル発射、ミサイルとか弾か、発射させるんですけど、そこの部分がねバルキリーさん見たらグレーだったので、あ、だったらこれグレーに塗ろうと思いまして、あ、ここにいた、まあ、実際のところこっちのやつでは、まあ、成型色でグレーというよりかは、まあ、黒でねこの角の部分表現されてございますね。まあこんな感じでね、この角の部分もシールとかはないんですけど、まあ色塗る、まあこれ塗るだけでねだいぶねこのヘルメットの部分、はい、雰囲気出てるんじゃないんでしょうか。いやほんとこっちの方もね改めて塗装シールを剥がして塗装し直してみたいなとかちょっと思っております。まあちょっと時間を見てといった感じではございますね。まあこれだけ塗装するのにもね、まあ1時間半まあちょっとお片付けとか含めてまあ2時間ぐらいですけどね、まあ単純に2時間近くね組み立てプラスっていう風な感じで時間かかっちゃっておりますので、いやー、どうでしょう?いや、どうでしょうかね。ランカちゃんが二人で向かい合ってるような感じになっちゃってますけど、いやー、やっぱ、しっかりと塗装されている、塗装されている方が、断然見栄えがいいんじゃねえかなと思います。あ、ちょっとね、前回失敗したこの縦のこの、こっちの部分赤だったっていうのもね、赤で塗り直しました。そうグリーンのこの翼の部分はねグリーンだったりするんですけども、ここは赤、でここのね胸のこっちの部分も赤っていうような感じで、まあ、ちょいちょい、まあ、グリーンだったり赤だったりっていう違いがあるので、まあ、そこら辺はまあできる限り、まあ、指示通りに失敗したな、これちょっと悔しいな悔しいなボンミスだよなこれな、もう目の前にサンプルがあるのにな、もういやまあ本当ねこういう失敗が、成功へとつながっていくわけですから、はい、まあ、皆さんもね失敗を恐れずに、頑張って組み立て、やってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回もですがなかなかスターリットラブリーですね、そうスターリットラブリーのね、衣装までたど、り着きませんが、はい、これからも組み立て頑張ってねやって、まあこのバルキリーさんも40周年記念バージョンのね、バルキリーさんを作ってね、2つ並べてみようかなと思っておりますのでね、はい、そちらの方もお楽しみに。そうしましたら今回はこれにて終了ですね。冒頭でも申し上げましたが、エウレカスタジオぜひとも、チャンネル登録していただきまして、再生リストまとめてございます。チャンネルページから過去動画、あとは概要欄にもね、リンク貼っておりますので、過去動画もご覧になっていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そうしましたら今回はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。